苦しみながらも大事な初戦を白星で飾った。現地4月16日、カタールドーハで開催中のパリゴリン最終予選を兼ねた U23 アジアカップで、大岩郷監督率いる U から23日本代表は中国とのグループステージ第一戦を迎えた。日本は8分に松木の鮮烈なボレー弾で先制に成功。最先良いスタートを切ったが17分。 西尾が相手選手を振り払う際に肘が首元を直撃して一発退場を食らってしまう。早い時間帯で数的不利を強いられ、再三にわたってピンチにさらされたが、集中力の高い守備対応と GK 国母の構成部などでしのぎ切って一対0で逃げ切り、貴重な3ポイントを掴んだ。 日本と同組で戦う韓国のメディアも大岩ジャパンの戦いぶりに興味津々だ。ニュースサイト、汚染もこの一戦を速報で伝えた。西尾が退場になったシーンを、比麗なサッカー。VAR は見逃さなかったと断じつつ、それでも日本は浮き沈みの激しい試合を1対0でノにした。 数的劣勢でも持ちこたえる粘り強さが日本にはあると惨事を惜しまなかった一方中国のパフォーマンスに対しては一刀両断だ日本は決定力ゼロの中国に救われたともいえる彼らは数的有利な状況をまるで生かせずに自滅した何度か波状攻撃を仕掛けたものの爪が甘くお粗末なプレーを続けたのだ チームとしてまるで機能していなかったと辛辣に論じている。韓国は同日に行われた第2試合で UAE と対戦し、95分の劇的な決勝点で1対0の勝利を挙げた。グループ B は第1戦を終えて勝ち点3で日本と韓国が首位で並び、3位に勝ち点0の UAE と中国がつけている。 日本は現地金曜日に UAE との第2戦を戦う。16チームが参加する今大会は各グループの上位2チームが準々決勝に進出。大会ベスト3に食い込んだチームにパリ五輪の出場権が与えられる。